で、これじゃあ事業何やってるのかって話で、ちょっとね、これ細かくてあれなんですけど、基本的にはこの大きく分けて4つのサービスなんですけど、はい、メインはね、このね、IoT プラットフォームサービスと、あとリモートマネジメントサービスと、ほとんどこの IoT プラットフォームサービスっていうのがメインになってますね。だからこの IoT 業界の中で紹介される理由は、この IoT プラットフォームサービスを手掛けてるっていうのが、オプティムの会社の位置づけということになると思います。じゃあこの売上高を細かく見ていくとね、この IoT プラットフォームサービスっていうのが大体この7割ぐらいを占めてるんですよね。その次がリモートマネージメントサービスが 8% ぐらいですから、まあ、他のはねほとんどゴミみたいなんですよね。この2つがメインですよねっていう話になってます。まあ連結子会社と持ち株適用会社っていうのも、まあこういうふうな形に運営をしてるって形になってます。さらに見ていくとですね、この IoT プラットフォームサービス、どんなサービスですかってのをちょっと見ていきたいんですよね。結構国内では全然私も名前知らなかったんですけど、シェアが相当高いんですよ。18万社以上圧倒的な導入実績って感じなんですよ、これね。すごいですね、はい、本当かいでしょ、これ。何を入れてるんですかね、これね。このオプティマビズってやつがね、まあ、スマートフォンやタブレットのビジネス活用における幅広い課題を解決っていうことで、どうもかなりいろんなものの下で動いてるって感じなんですよね。で、平均解約率ね、チャンも 0.5% 以下だから、どんどん増えていくと。そう、どんどん増えていくと。これどんなサービスかっていうことなんですけど、この18万社をね、350人でカバーしてるのかって話なんですけど、これね、実は違っていて、うん、IoT のプラットフォームとして販売 してるパートナーっていうのがね、これ結構すごいんですよ。こういう方々と協力して、この方々が18万社をカバレージしてるっていう販売パートナーもなんかすごくてね、3メインキャリアとかね、 NTT とかね、まあ、JCOM とかね、まあ、この辺利用メーカーも富士とかキャノンとかね、大塚商会とか、結構それなりのところをきちんと押さえてますよ、これね。この辺がやっぱりね、強みなんですよね。多分この辺が使ってるんだけど、プラットフォームなんで、きっとね、うん、表には出てこないんですよ、これね、うん、さっきもちらっと NTT って書いてあるんですよね。そうそうそう、ここにもどこもってありますけど、そうなんですよ。だからね、我々知らないですもんね。でも自然に なんか入ってるって感じですね、これね。生活や業務に満ちあらゆるところにオプティムビズってが入ってますよっていうことで、まあ、オフィスでの端末、はい、業務端末とか、あとギガスクールとかね、まあ、こういうところ、あと検温システムとかね、あとテレワークのシステムの中にもどうも入ってるシステムが相当そうなんですよ。で、業種別の市場動向では、まあ、8部門で1位ってなってるっていう、まあ、そういうことらしいんですよね。まあ、さらにね、建設関連とか業務遠隔サポート、店舗の混雑状況とかね、キャッシュレス決済の一部にもこういうものが入ってる。まさにプラットフォームの一部を成してるって感じですね。そうなんだって感じですよね、これね。クラウドのシステムになってまして、業界も結構幅広いんですよね。農業とか、エネルギー、小売、医療、あとはロボットね、これ川崎重工さんとやってみたいですけど、あとは金融、特に信金とかそういうところにはなんか結構広がってみたいですね。あと土木でいうと小松とか、こういうところと、まあ、提携をして、丸々かける IT っていうビジョンに基づいて、まあ、合弁戦略で実行してるっていうのがこのオプティムの特徴となってます。これがいわゆる IoT のプラットフォームってことで、このプラットフォーム上でさまざまな SaaS ね、これがまあ動いてるっていう。だから SaaS を提供しているいろんなソフトウェアは、この Optim のこの IoT クラウドベースを使いながらやってるっていうような可能性が非常に高いんですよね。あともう一つのね、ビジネス、これ全体の売上の 8% ぐらいですけど、リモートマネージメントシステムってことで、こういうのにも入ってるってことで、これ例えば企業で PC を500台やるときに、昔はね、私も覚えてますけど、なんかソフトウェアのアップデートとかって、 IT の人が自分の席にやってきてやってたんです、これね、上質の方が。そう今これ完全にリモートで全部アップデートもしてると、まあ、そういうようなところにも乗り出してるってことなんですよね。でこれがね、まあ、リモートマネージメントシステムで、ここで動いているプラットフォームもこの、オプティブが提供してるってことになってます。ここを相当の数を抑えてるって感じみたいですけどね、18万社と。オプティムのことを使ってやってるっていうことを意識しない会社も絶対いますよ、これね。多分そういうところに今入り込んでんだろうってことなんですよね。確かに空気のような存在ですね、本当にね。そういう、まあそういうことになってみたいですね。うん、改めてね、株価を見ていくと、まあ、株価っていうのがこんな形で、上場からすると大体まあ2倍から3倍、1回ドカーンと増益したのが減益傾向でね。あとこれ、実際問題、これが広がるかどうかって、まあ、採用する会社が増えるかどうかで、全体の景気がちょっと今先行きいろんな状況で不安じゃないですか。そうするとこういったプラットフォーム
のようなところっていうのは少し人気が落ちるっていうような、まあ、傾向があるのかなっていうのが、まあ、山木の見方ですね。ただ逆に見ると、あの内容非常に良さそうなんで、今が買いですよって言ってるのも他がありました。これ絶対伸びますんで IoT はね。